ここはですね、クレヨン社ですね、初の試みなんですけど、メンバーだけが揃っているところで、八木村さん休憩のところで、インストモノを1曲ご披露したいと思います。あ、そうそうそう、あ、じゃあ、とっておきの楽器をちょっと持ってきていただきましょうか。はい、バケツですね、はい、これやってました、絶対に分かります、はい。以前もお話したんですけども、私の友人でですね、鉄を溶かして彫刻を作るという、彫刻家がおりまして、そいつがですね、その自分の彫刻を叩いて音楽をやろうじゃないかと、そういう話になりまして、去年イボのコンサートと銘打ってやったわけですけども、まあ、それが非常に好評でですね、今年も先月になりますけども北海道に呼びまして、このメンバーでやってきまして非常に好評だったんで、そこの中の1曲をですね、皆さんの方にご披露いたしたいと思います。曲名はですね、ジムイネルワイゼンです。難しい曲ですね。それ難しいんですけども、非常に難しいところをまた抜粋しまして、より難しいところをやりますんで、約2分間の映像です。よく聴いてください。それではよろしくお願いします。